スタートライン上追い風が続いた水面状況でしたが、最終レースを迎えましてだいぶ風は弱まってきています。ゴールデンウィーク開催のレノファ山口カップ12レース優勝戦を迎えました。バックステレッチが6艇移りまして、外枠勢は少し離れた位置、コース争いはスタート展示同様動きありません。絶好枠転したのは1番の白井エイジ。今年後期の勝率はトップ、シリーズの主役が順当に1号艇手にしました。初日のドリームこそ勝ちきれませんでしたが、その後はオール2連隊。ここまで来ました1番の白井エイジがまずは1コースへ。その初日のドリーム2コースから指して制したのが2番の江本慎二、再現なるでしょうか。2コースから山口5人相手に3番の上平慎二、2日目のドリームではまくって勝ちました上平が3コースから。4コースから4番の谷村和也、その2日目ドリームは2着準優も2着できました。5コース5番の武田達也、今回も魅力的な仕上がり、一撃の魅力を秘めます。6コースモーター仕上げて優勝戦まで来ました大峰豊。優勝戦12レース進入インコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。差のないスタートになりました。その中も1コース3、4コースあたりがやや目立っています。逃げる展開は1番の白井、外からマクリンク、3番上平届きません。内をついた確定も届かず、逃げました1番の白井、寄せつけませんでした。白井が逃げて先頭リードは3点進、そして2番手は3番の上平、内から2番の江本が伸びてきました。並びかけます。スタートは前提正常でした。2番手らしい2番江本が、さあここは外を回る3番の上平に合わせに行くも、上平かわす、外から抜け出しました。2番手は3番上平、一方3番手2番江本の後ろ、6番の大峰、5番の武田と差を詰めて最後方に4番の谷村。優勝戦は2周目に移りました。先頭1番の白井は3点進リード、さあ2番手内めがけて江本ですが、ここも3番上平かわします。2番手抜け出します。そして3番手追いかけます、外枠勢ですが、まだここでも3番手は2番の江本、差が詰まっています。2点進差、内から追い詰めて6番の大峰、差を詰めてきました。優勝戦は2周2幕の旋回、3番手2番の江本を追って6番の大峰が内をつく、さあだいぶここも差が詰まりました。ちょっとバランス崩した江本、しかしまだ持ちこたえています。3番手2番江本、時計前ではリードは1点進ほど。優勝戦はこれから最終周回です。焦点は3着争いという展開。さあ内から並びかける6番の大峰、競り合う形になった1幕、それでも江本がかわして優勝戦は最後のバックストレッチに移ります。先頭は1番の白井英治、優勝戦も堂々と逃げました。圧勝劇、今年これが6回目、通算では113回目の優勝。そして徳山、昨年から4連続優勝で25回目の優勝。2番手が3番の上平、最後も3番手は2番江本が抜け出しました。先頭1番白井優勝五輪、3番上平五輪、2番江本五輪、5番武田五輪。